はい、445回、始めます。11月12日、です。ちょっと疲れちゃったんでね、今若干5分ぐらい休んだんですけど、疲れが取れないです。今夜中6時30分ですか。もう真っ暗で寂しいですね。廃屋は本当にストーブ1台焚いてなんとか過ごしてます。明日から仕事なんでね、またちょっとブルーな気持ちの嫌な時間なんですけども、今回ですね、タバコ、いやー嫌なって言えばね、タバコ嫌われてますね。タバコに関するアンケート出ましたよ。まあ私ね、常にここ胸ポケット今も入ってるんですけどね、タバコスイスイ、こうやって喋ってはタバコ吸って休んで、タバコ吸って喋ってタバコ吸ってみたいな、でタバコ吸ってお風呂入ってタバコ吸ってご飯食べてタバコ吸ってみたいな、何かあるごとにタバコ吸ってるね、タバコ野郎なんですけど、これが世の中から嫌われちゃってね、本当に大変なんです。でなんと 83.2% が周りの人のタバコの煙を不快に思ってるということで、アンケートなのかな、これデータ出ましたね。いや 83.2% ですよ、がとにかく周りの人のタバコの煙を不快に思っていると。そりゃそうですよ。だから今もう世の中から喫煙者が嫌われちゃって嫌われちゃって、タバコを吸うスペースがない。もう自分家でも家族がいると嫌われちゃってね、私みたいに奥さんから嫌われ、子供から嫌われ、それでも吸い続けてるっていうね、やめろよって言えばそれまでなんですけど、なかなかこれがね、本当に喫煙者肩身狭いですよ。人一倍税金を払ってんのに。はい。でタバコといえばね、私132回ですか、132回で、日本っていうのはね、世界的に見てどれぐらいタバコ吸う人が多いのかっていうね、の世界ランキングみたいなのを出しましたけども、まあまあまあ、あれでは何パー、日本喫煙率確か10、まあ下がってね来てるんだけど、15%ぐらいだったじゃないかな、日本。もっと低いかな、 12.何%とかで、 OECD の中だと上位、確か1位がね、フランスとかなんですよね、あれ。1位フランスだか、どこだか、中で2位、3位、まあ17位、11位だか12位とかで、アメリカなんかもっと低かったですね、喫煙率ね。まあ日本タバコ吸う比率多くもないけど少なくもないみたいな位置取りで、比率は10何パーだったじゃないですかね、確か。132回見れば、見てもらえれば、気になる方は、と思います。でなんと今回ですね、健康志向の高まりなどを受けて、喫煙者数率は、微減の傾向にあるタバコ、タバコがもうみんなから嫌われる理由の原因の一つは、喫煙者自身だけではなく、その周辺にいる人もタバコの、副流煙によって喫煙しているのと同じような状態に置かれてしまう、間接喫煙になってしまいがちということで、これが実情があると。そのため世間一般ではね、周囲の人が、喫煙してタバコの煙を吸うことについて、まあ本当不快感を覚えるのだろうということ。政府広報室が2022年11月、今月ですよ、発表したがん対策、タバコ対策に関する世論調査によると、なんと周りの人のタバコの煙について不快に思うかって聞いたら、どちらかといえば不快に思う、不快に思う合わせると、なんと 83.2% の人が不快に思ってる。いや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 、不快に思わない、どちらかといえば不快に思わないは 16.2%、 本当に少ない、圧倒的多数の人が本当タバコの煙嫌がってるっていうことですね。で男女別では圧倒的に女性の方が嫌がってると。そりゃ私は家で嫌われますよ、だって女しかいないんだもの、ね、家に。うちの奥さんとか本当にやばいですよ、あの嫌いっぷり。もう逃げてくもんね、私から本当に。吸ってないのに逃げてく、臭いって言って、
で圧倒的に女性の方が不快に思うと方が、不快に思う派が多く実に、89.6% 9割ですよ9割、9割の人が周りでタバコ吸われると本当に不快って思ってると、男でも、男は、まあ、そうでもないですけど約8割、の人は不快に思ってると、他人が吸うタバコの煙ね、いや女性強い不快感を示す不快に思うだけでも 64% 女性圧倒的ということでね、本当に女性はタバコ嫌いですよね、うちは奥さんもそう、子供も女の子だから、その奥さんの影響がまだでかいんだ、もうでも私もね、職場でも吸いづらいし家でも吸いづらいし、本当車だけだね、車とこの廃墟、廃屋、この廃屋だけもタバコも今てんこ盛りですよ、灰皿には。はい、もうだから一人っきりになりたくてタバコ吸い放題がここに来るっていうのもあるんですけどね、ここに来てタバコを吸いながら喋ると、もうここから出るともう本当に肩身狭いですから、皆さんどうでしょうか、喫煙者肩身狭いっすよね。ただ我々喫煙者社会に多大なる貢献もしてますからね、税金払ってるしべらぼうに高いね税金肺がんかな、いやー本当にそれほど嫌わんでもいいと思いますよ私は、なんとかね吸い続けましょう皆さん、なんと言われようと嫌われようともね、必要なんですよこのタバコの歴史、な人間のタバコの歴史言ったらね、もう何千年になると思いますよ、いやそんななるかな、まあまあ千年以上あると思うんでね、いきなりねここ20年ぐらいの話ですよ、こんなに急激にタバコ嫌われてんの20年25年ぐらいでしょ、前私インドに行った時なんか飛行機で吸ってたんだから、本当にもう2000年前の1995年ぐらいですよ、もうエアインディアとかもう本当にね、タイ航空とかアエロフロートとかタバコ吸い放題だったんだから、飛行機の中でも新幹線だってもう吸い放題ですよタバコ、電車だってその在来線だって吸ってたんだから、なんでこうも急に変わるかなっていうね、いやいやいや我々は変わってないんだっちゅう、世の中が変わったんだっちゅう、こんな急激な変わりっぷりはねあってはならない、変わるにしたってもうちょっとスローに行きましょうよっていうね、445回、愚痴って言いましたよ喫煙者だね、お手柔らかにやお願いします女性陣の皆さん、喫煙必要枠だってあるんだから世の中ね、ということで445回終わりにしたいと思います。ここまで見てくださった方はね心優しい方だと思いますよ、チャンネル登録しててください、お待ちしてます、ありがとうございます。